はいはい、依頼とあらばどんなものでもどこにでも。こちら運び屋ジルウェイエクスプレスでございます。運び屋のジルウェイさんですね。その声はガーディアンの、いや今は依頼主と呼んだ方がいいんでしたっけ。遺跡の調査隊から依頼の荷物を受け取りましたか。ええ、確かに。こちらの部隊を先ほど指定したポイントに向かわせました。予定より早いですが合流しましょう。わかりました。おい、エール、そろそろ行くぞ。聞こえてるのか、エール。セルパンカンパニーのビル、こんなとこからでも見えるんだな。あの会社のおかげでこの国も随分救われた。それでも10年前のあの時、カンパニーの警備隊は母さんを救えなかった。あっという間にイレギュラーに囲まれて、いろんな人の悲鳴が聞こえてさ。イレギュラーたちは私から何もかも奪っていったんだ。そういや、俺がお前を見つけた時にはもう一人ぼっちだったんだよな。辛いのはわかるが、そんな顔しててもお前の母さんは喜んでくれないぞ。お前だって普通にしてればそこそこいけるんだ。知ってるか、お前結構客には評判いいんだぞ。ジルウェイ？そこそこって何さ、そこそこって。行くぞ。依頼主は先に合流ポイントに向かったそうだ。ねえ、ジルウェイ。依頼主のガーディアンって一体何者なの？運んでる荷物の中身は何も聞かされていないしさ。ガーディアンってのはイレギュラーと戦うために集まった連中のことさ。各地を転々としながらイレギュラー出現の原因を調べているらしい。荷物のことは余計な詮索はするな。どうせヤバいものに決まってる。厄介ごとに首を突っ込むのはやめておけ。エール、大丈夫か？依頼の荷物がお前の近くに落ちてるはずだ。そこから見えるか？あれかな？いいか、お前は荷物を回収したら、その先にあるガーディアンとの合流ポイントに行くんだ。俺もこいつらを巻いたらそっちに向かう。それまで荷物を頼んだぞ。
こんなところで何をしている？待ってよ。私はその荷物に用があるだけなんだって。みんな銃を下ろして。もしかして運び屋の方ですか？うん、そうだけど、あなたたちがガーディアンなの？ええ、遠くで爆発が聞こえたので様子を見に来たのですが。なんだこいつは。ヘビのメカニロイド。こいつもさっきのイレギュラーの仲間。フレリーさん、ここは危険です。早くそれをライブメタルを持って逃げてください。みんな早くライブメタルを。早く立って、ここから逃げるの。あいつの狙いはあの荷物よ。あんなものを持って逃げたら追ってくるに決まってる。ライブメタルは誰にも渡さない。バカ言わないで。あのライブメタルっていうのがそんなに大事だっていうの？だってあれはお姉ちゃんが、あれはお姉ちゃんが私たちに残した大切なものだから。首を突っ込むなって言われたけど、こんなの放っておけるわけないじゃない。でもどうすれば。大丈夫、僕が力を貸してあげる。適合だ。ロックシステム起動開始。私の体どうしちゃったの？ライブメタルのせい？恐れないで、僕はライブメタルモデル X。 モデル X？ ライブメタルが私の中で喋ってる。このままじゃあの女の子を戦いに巻き込んでしまう。ここを君と僕が力を合わせれば奴らと戦える。この人がライブメタルに選ばれたというの？とにかくこのライブメタルを合流ポイントまで持っていけばいいんでしょ？危ないからあなたはここでじっとしてて。こんなことまでさせて後で追加料金むしり取ってやるんだから。私の名前はフレリー。私はエール、運び屋のエールっていうの。待ってて、今助けを呼んでくる。うん、気をつけてエール。